大瀬戸町は、1955年から2005年まで、長崎県の西園木半島西部にあった町、西園木郡に属していた。2005年4月1日に、西海町、西市町、大島町、佐戸町と合併して、西海市となり、自治体としては消滅した。現在、旧大瀬戸町役場に、市役所本館、市議会が設置されている。 市政施行後の再開市大瀬戸町についても合わせと述べる。相撲灘に面する西その義半島西部の丘陵地、及び松島をはじめとする相撲灘に浮かぶ島々が町域である。調政施行時は半島中央の飯森山を境に西比町、近海町と接し、北は再海町、南は外見町に隣接していた。町の東部には 標高531メートルの飯森山があり、昭洋樹林や杉木の木林に覆われた標高100から200メートルほどの丘陵地が海岸まで迫る。主な河川は南部の雪浦川と北部の平川があり、それぞれ流域に細長い平野部がある。町の中央部である瀬戸地区は半島部となった福島地区と松島によって波が遮られ、古くから港として利用されている。 瀬戸港の目前には、面積6.39平方キロメートルの有人島、松島があり、周囲に小さな無人島が点在する。五島灘を眺められる高台からは、北に、大島、先都島、平戸島、西に、五島列島、南に、池島、伊王島、長崎半島を望むことができる。旧、大瀬戸町役場。2005年から、 再開市役所本館として利用されている里を行政区域とする。大技は設置していないが、里の名称に休日対面を冠する。2005年の再開姿勢施行に伴い、調立小中学校はすべて再開市立に移行した。ありがとうございます。